こんにちは、ドクターネッケスです。復刻ガチャ評価、こちらクリスマスバージョンのニニー&ノエルの復刻、いやーこれ待ってた人多いと思うんですよ。こいつの評価をしていきたいと思います。これねめっちゃいいっすよ。特に持ってない人、頭の5体クリスマスニニークリスマスノエル、ブルーのバングナイフ通常状態の、ノエルニニー、この5体は未だにノーマルニニーだけ使うことはあんまないけど、まあ、クールタイム 14% 短縮なんで、そういった意味でクール要因として使えるかな。まあ、頭の答えはどれも使えます。特に、優秀なのがノエルと、クリスマスニニーノエルブルーノ、ここは本当に未だに現役で使うキャラですね。クリスマスノエルブルーノは、必殺技が一つアップがついていて、グルバトで非常に重宝しますね。そして、クリスマスノエル、クリスマスニニーは、臨機強化跳躍プラス5ということで、跳躍アップのキャラ、まあ、多分ね、心と速の跳躍アップのキャラが新たに出るってことはまだまだないと思うんで、ここで確保しないと、試練で、辛い思いをしちゃうんじゃないかなと思います。で、クリスマスの織姫は、臨機強化役アップ。跳躍じゃなくて臨機強化役アップ。クリスマスのひな盛りは、即の、臨機強化役アップ。完全に、ひな盛りはノリちゃんの介護官ですね。あやかしのチャドは旋回門で動的戦のところがありますね。このウリュウは、フィアースバトルのウリュウですね。このウリュウ、敵ガード無効と潜伏無効が確かついてるウリュウじゃなかったかな。うん、そうね。敵ガード無効と潜伏無効がついてる。非常に優秀な。そして、クールタイム 14% 短縮と。いうところで、正直ね、マジで、持ってないキャラが多ければ、もう終年が近いんですけど、これは引いていいガチャだと思います。僕はニニーのために引こうかなという思うぐらい。ニニーのレベル上げがしたい。ニニーちゃんだけレベル1なんですよね。ニニーレベル1、クリスマスノエルレベルマ、ブルーのレベルマ、ノエルレベルマ、ニニーレベルマ、ひなもりもレベルマだったな。ウリュウ。4。シャドウは1だったはず。嘘ついた。3だった。そんなこんなで、ニニーのレベルを1上げるためにちょっとやってみたいなと思うかな。今までの例で言うと、ワンザビッチコラボガチャは、ピックアップがないんですよ。1% で引けるガチャがないんで、もうここで引くしかない。各 0.5%。目玉。0.5%。で、ここで引くしかない。ステップ5で各 11%。もうここでやるしかない。僕も、今日引こうかな。なので、どれぐらい期間があるんですか？19日まで。ちょっと待って。かな。僕先にピックアップの「ラブ」が12日から
で、これ引き切ってから、こうかな。でも当てないかな。引っちゃおうかな。という感じで、これはね、いや、特にクリスマスにクリスマスノエル、ブルーのを持ってない人は、マジで引いていいと思います。必殺技レベル上げをしたい人も、もう引いちゃっていいと思います。ここはね、我慢するとこじゃないと思う。臨強化跳躍アップはマジで貴重。こいつらを持ってると思ってないので、周回効率が圧倒的に変わるし、そもそも、クリスマスニーニーのみ、クリスマスノエルのみっていう部屋がいっぱいあるんで、ごめんなさい、僕もそうします。こいつらを持ってないと、なかなか周回ができないっていう事態まで陥るレベル。自分でね、張ってっていうところで大丈夫だっていうこともあるかもしれないけど、今その試練も5枚張りできるようになったから、5枚張りできるとなると、いや、やっぱレベル低くても2に来てください、レベル低くてもノエル来てくださいみたいな感じになっちゃいやすいんですよね。なので残念ながら頑張って引くしかないと思います。で、一応こうやって見せるか。ふーちゃん、弱体持ちの、敵ガード無効、リンク強化跳躍アップで、必殺技ヒットスアップ、強固ヒットスアップで、霊圧、状態常時霊圧 80% アップっていう、もう本当アホかというぐらい強いキャラです。マジで強い。キラー刺さんなくても試練、本当に楽々周回できます。対してミニーは、めちゃくちゃ強いかというとそんなことはなく、で、敵ガード無効、弱体、確率付与で、クールタイム、通常ミニーもそうでしたけど、クリスマスミニーもクールタイム 14% 圧縮。で、強固ヒットサッププラス2ですね。で、こちらは潜伏無効が素でついております。で、状態上確率アップ。リサとかは、宇野花さんか。で、心で、誰がいたかちょっとごめん、パッと出てこない。まあ、地属性の、ですね。ルイスさんは、地属性への状態上確率アップと、幅広いんですけれども、兄ちゃんはちょっと狭くて、地属性死に神無所属への状態上確率アップ。ちょっとそこが劣るって点ですね。目玉もう一個ぶっ飛ぶの。ルートは、必殺技ヒットスアップ、強固ヒットスアップ、スーパーマー、敵ガード無効、青無効貫通、潜伏無効。ほんとこれも強い。で、ちょっと、まあ、さすがにね、ちょっと前のキャラになるんで、2に。強忍が重いんですよね。クールタイムが、長いんで、ちょっと使いづらいかなっていうところ。40、60、60、状態上がないんで、40、60、60。青の向こうが 100%、強行ヒットスワッププラス1。あんまりもう使わないかな。で、まあ、ダブルキラー持ちなんで、まだ、そこら辺で使えますね。で、のりちゃん。のりちゃんの方が、優秀ですね。強固技が、自身のソウル特性 20% アップも乗って 80% アップ。で、青向こうの無効化。強固技1サッププラス1。強固技範囲アップ。グルバトのサブ、に入れたりして、ワンパンを狙ったりするときに重宝したりしますね。強一がちょっともっさりしてて使いづらいっていうところなんですけども、強二強三は非常に優秀です。
はい、どこでしょうか。マジでおすすめです。引いた方がいいと思います。持ってない人は引いた方がいいし、必殺技レベルを上げたい人もここで引くしかない。そんな復刻ガチャ頑張っていきましょう。僕も引いちゃうかな早速ね。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。